からの眺めは懐かしいぞ。やっぱ助けか、てめえ。カリン、チャクラ感じたんで、まさかと思って脱獄してみりゃよ。よくもうちを裏切ってくれたな。サスケ。カリン、人質に取られるようじゃ足でまとい。てめえ絶対許さねえからな。すまなかった。てめえそんな言葉許さごときと思っているサイルが、この僕でなし。相変わらずサスケ君に弱そうね、カーリー。あの髪の色から察するに、彼女は渦巻一族のようだの。渦巻一族といえば思い出すな、俺の妻も。兄じゃ、思い出に浸っているところ悪いが、そういうのは今度だ。うん、そうであった。戦場へと急がねばならなかったな。いや、その前にやるべきことが。ん？戦場に向かうのはいい。だが、本当にこいつらも連れて行っていいのか、わしは疑問を持っている。どういうことですか？足手まといになるならば、おとなしくしていろ、ということだ。あなたにはそう見えますか？私たちが。オロチマルとやら、お前は、まあいい。他のものが問題なのだ。なら試してみますか、彼ら。そのつもりだ。うん、ならば俺も入ろうぜ。戦争前に少し体を動かしておきたい。サルトビ、お前もだ。久方ぶりのスリーマンセルぞ。ああ、わかりました。ではこちらはサスケ君に忠告。あと水月、あなたたちの力を見せてあげなさい。なんで僕が。カリンは援護役、戦闘専門はあなたたちでしょう。それでどこで試すのですか？まさかここで。バカな、かつてわしら兄弟が修行場として使っていた場所に移動する。なるほど、確かにここなら迷惑はかからんな。さて、今から我ら三人がお前たちの力を確かめる。ここで力不足と判断されれば。能書きはいい、さっさと始めろ。ちょっと挑発はやめてよ。もっともぞ、俺たちに時間はない。おお、隙が見当たらぬ。なかなかの忍びぞ。面白い。行くぞ。始まっちゃったよ。逃げられると思うな。分かっているな。うん、こちらも思い切りやらねば死ぬということだな。違う、張り切りすぎるなってことだ。どうなされたのです、こちらまさま。いや、こうして再びお前たちと共に戦える時が来るとは思ってなかったからな。自然と笑いが出てしまうのだ。柱間様は変わりませんな。さすが、今回ばかりはこのわしも心が高鳴っております。だろうな。切腹したぜ。これはどうじゃねえ。切腹したぜ。面倒さらをかぐっち。
奴らの力を見極められる。受けていない。仕留めさせなかったか。何を遊んでいる。水筒、水晶は水月。やっぱ僕だよね。持たないよ。どうする？このくらいで十分ぞ。で、結果的にはどうなんだろう。マダラも驚くだろう。これほどの強者が戦場に現れれば。つまり合格と
ということですかな。まあ想像以上だったと認めてやろう。おさて他の者たちを待たせている。里に戻ろうぞ。待たせたな。いえ、それで結果は。うん、問題ない。このメンバーで戦場へと向かうとしようぞ。おかげたちよ、いよいよ戦いの時だ。里を見守ってきたこの顔岩の上よりしっかりと里を目に焼き付け、戦場へ駆けつけようぞ。やっと息子に会える。ナルト、今まで父として何もしてあげられなかった分、大きなプレゼントを持っていくよ。久しぶりの戦争じゃ、気を引き締めていかんとな。アダラ、今度こそ倒す。不謹慎だが、慣れ親しい友に会えるのは楽しみでもあるな。いつの世も戦いよ。だが戦争もこれで最後ぞ。